こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット R を始めていきたいと思います。今回は第22節キャピタル東京戦、強敵ですね、キャピタル東京。あ、と思ったら結構間があるんですよ。なんだこの赤とか疲れが溜まりまくってますね。今回は3週あるということで練習試合やっていきましょう。2位のリマッセ大阪です。ヒラリーとクラリスってどんな、いいですよね、強い。窓かわかり、サチコ、ジャネットをみゆきの代わりに出して、あやかとかみんな強いんですよね。節子、リオ、萌がもう結構いい。はるかをかり、夏木、いや、ここあえて梅を出すから夏木かな。かなを入れましょう。この辺接戦なんですよね。あ、そうそうそう、フォワード陣、クルミは残してエリカかな。さあキックオフ。ファールだ。まあ、あくまでこれ練習試合なんで課題をいただく戦いですね。おっと、痛がってる、痛がってる。夏希がキャッチ。ジャネット必死に表に出す。あ、危ない危ない。コーナーキックになります。北原が蹴りまして、運的に決められてしまいます。つらい。いいパスですね。さあ正面からくるみだが、これは止められてしまう。ひらりが取りました。おっと、これは不用意すぎる、無敵。2点目入れられてしまった。左に出したら相手に当たってしまって、そのままゴールを決められてしまいました。2点ビハインド。ジャネットナイス。これ個人プレーが、個人技をどこまで鍛えられるかっていうとか魅力です。さあチャンス、エリカ。ああ、だがシュートが弱い。もう一回と思ったが、うまくキーパーが守ります。夏木がキャッチ。外に出します。バックパス。
縦パス。オフサイドですね。サツケがクリア。もうほとんど時間がない。無敵クリア。おっと、強引に超えていきます。ここで試合終了。バイシクル、あー、バイシクルですね。ここでこのミスはいただけません。ヒラリー、まあでも早いですよね。ここでサツキがうまくクリア。無敵さらに攻めますが、これは点数を許さず、8個課題いただきましたね。やっぱりいますよ、大阪の強さが、強さを感じます。はい、課題を6ついただくことができるようになりました。さあ残り2周ですね。2試合目いきましょう。これは勝てるでしょう。優奈エリカをフォワードに入れ替えます。キーパーもね、梅に入れ替えましょう。節子かな。節子50万なんですね。美穂も400万となかなかお得です。美穂、さつき、ヒラリーもね、出したいですよね。サヨを出しましょう、ミオの代わりに。さあキックオフです。このクラスなら上回ってるはずですよね。さあ、たやすく持っていきます。選手点。言うな。だから取れないよね。いや、取りましょうよっていう感じです。幸子に渡、幸子から、ここはチャンス。エリカ入った。2点目。ちょっとユーナの無駄な動きが多いですね。しっかり待って取りに行きたいところ、ここですよ。ここで奪いに行くな。うまいですね幸子。ユーナセンタリング、
エリカ3点目。飛び込んでいくエリカ。さあ今度はファールです。おっと、イエローカードを食らってしまったサヨ、怒ってます。危ない。今度はコーナーキック。さあここ外して、さあジャネットがユーナへ、さあ一気に、ここ取られるか。ファールになりました。さあ、ジャネットが直接シュート。ヒラリーが。さあ、逆サイド、サツキ。センタリング、さあ、誰が決めると決められないんだ。これで決められない。おまけに、逆に巻き返されるって。ノーホイスですね、サツキ。さあ、ユーナ、これは強烈シュートだ。今のはすごかったですね。素早い弾、まっすぐな弾道がゴールに突き刺さりました。さあ試合終了です。選手権を取ることができました。ヘディング、これ3点目ですよね。ここまでは良かった。ピンチを逆に招いてしまうんですよね。しかもコーナーキックですからね。ジャネットシュート、ここですよ。ボール取るべきだった。さあ試合終了直前ですね。ユーナの弾道打った瞬間はそんなに強くは見えないんですが、そっから伸びるんですよね。なのでキーパー翻弄されてしまいます。ボール支配率全然低いですね。これは大きな課題になりそうです。まだですね。さあいよいよ次回はキャピタル東京です。でこの成績ですが、勝ち点1点差でリードです。14勝2敗、5引き分け。キャピタル東京は10勝8敗、3引き分けですね。昨年のチーム1位を守っているチームとは思えないような低迷ではあります。だがやっぱり強いチームであることは違いないんで、ゴーベスがこれが試合に出られませんが、その他のキャンデローとかこの辺がちょっと疲れてるのが、気になるとこですが、それ以外にもやっぱり全体的なレベルは高く
S を3つする選手が何人かいるんですよね。なのでしっかり、こちらもベストメンバーで、勝ち切っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ぜひ、チャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。